今回は面前でピンフの論30歩を説明します。面前のピンフ30歩だったら完璧と言えるようにしたいと思います。30歩、一半、二半、三半、四半、五半、この点数、親の点数と、まずこの点数で覚えた方がいいです。切り上げ漫画は最初なしで覚えた方がいいです。切り上げ漫画っていうのは正規の点数がややこしい、展望の動きが激しいからルールで8000にしてるだけなので、演習率は最初 3.14 で覚えた方が応用効くし、まあきちんとしたやり方なので、いきなり演習率イコール3から覚えない方がいいです。まずツモは20歩スタート、ロンは30歩スタートと言いましたが、面前でロン30歩ってことは1歩もついてないということです。一歩もつかないっていうことは、ペンチャン、カンチャン、シャンポン、短期待ちはない。ジャン島に自家ゼバカゼ三元杯もない。手牌にあんこもない。ということです。面前でピンフがつく。必ず30歩です。または面前で30歩。必ずピンフがつきます。面前で30歩なのにピンフがつかないことはありえません。なのでまあ覚えていきます。1000点2000残駆チッチマンガン、10002000残駆チッチマンガン、まあ倍倍ですね、倍倍です。まあ親は 1.5 倍なんで、1号ニック5パチピンピン6親マンと、これを何度もやっていきたいと思います。こう指で数えるといいですね。ピンフ、1000点です。ドラ1とか、タンヤオとか、リーチとか何かがついたら2000点。リーチピンフ、ドラ1、ザンク、ドラ2、チッチ、ドラ3、8000。こんな感じで、ピンフは1000点です。ドラ1個つくと2000。もう一つドラ、ザンク、ドラ3、チッチ、ドラ4、8000。こんな感じで指で最初数えると分かりやすいと思います。ロン、1000点、ピンフです。親なら1号。ロン、ザンク、ピンフ、ドラ、ドラ、ザンクです。親なら5パ。ロン、2000、親ならニック、単品、ピンフがついて指が何本折れるか。1000点、2000点、ザンク、チッチ、マンガンです。単品、2000点です。ロン、1000点、親なら1500。ロン、チッチ、親ならピンピン6、ピンフ3色ドラ1。ロン、2000、親ならニック、ピンフドラ1。ロン、2000、親ならニック、ピンフイーペーコー。ロン、チッチ、親ならピンピン6、ピンフリャンペイコウ。ロン、ザンク、親ならゴッパ、タンピンイーペイ。
論。千点、親なら1500、ピンフ。論。ザンク、親ならコッパ、ピンフ、ドラドラ。論。2000、親ならニック、ピンフ、ドライチ。論。チッチ、親ならピンピン6、ピンフ、イッツー、ドライチ。論。8000、親なら12000、単品三色イーペーコ。論。チッチ、親ならピンピン6、単品三色。論。千点、親なら1500、ピンフ。論。チッチ、親ならピンピン6、ピンフ三色ドラ1。この指の本数で数えると最初はいいです。千点、二千点、ザンクチッチマンガン、ピンフに何がつくか、まあ、5本以上は分かると思います。リーチをかけて裏ドラはなし。論。2000、親ならニック、リーピン。ダブリーかけて裏ドラなし。論。チッチ、親ならピンピン6、ダブリーピンフドラ1。こんな感じで指を折って、1000点、2000点、ザンクチッチマンガンなんで、指を折って数えるとピンフ形は分かりやすいです。5本以上は特に難しくないと思います。